い、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ゲットレディウィズミーを撮っていこうと思います。メイクとヘアとコーディネートをね、紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、じゃあまずメイクからやっていきたいと思います。最近みんなどうですか？話すことないかよっていうね。いや、あるんですけど、ちょっと最近みんなどうかなと思って。ここ最近ずっと天気がね、悪いじゃないですか。温度差とかもあったりするし、天気が悪いとあんまり調子が良くないっていう方もいると思うんですけど、体調崩してない？大丈夫？でもね、そう言っときながら私もついこの間まで鼻風邪、喉風邪、鼻詰まりと喉の痛みがすごくて、ちょっと前に上げた動画とか結構鼻声だったんですけど、それでみんなが大丈夫って心配してくれたんですけど、喉の痛みもちょっとあったからコロナの検査もしたんですけど、それは陰性だったので大丈夫だったんですが、ちょっとだけ私も体調崩しておりました。でももう元気100倍なので、元気 100% なので大丈夫です。これ上がってる頃にはもう天気良くなってるかもしれないけど、雨続きであんまり気分が乗らないところですが、みんなも本当気をつけてください。あ、ちなみに今日のメイクはこの間インスタでこのメイクをして自撮りを上げた時にみんなからすっごい好評だったんですけど、ちょっとこういつもと雰囲気が違った感じに、髪の毛とかがねちょっと違ったからあれなんですけど、違った感じにしたらみんなからすごい好評だったので、そのメイクをまたやってます。単純。あ、そういえばみんなショート動画見てくれました？私の初のショート動画この前あげたんですけど、マック縛りって言ってマックのコスメだけでメイクしたんですけど、あのメイクも好評だったのはすごい。 TikTok にもあげたんですけど、プチバズりした気がします、私的に。私の動画の中ではプチバズりしました。最近ね、私 TikTok も頑張ってるんですよ。実はみんな気づいてました？気づいてるか。 YouTube のショートバージョンだったりとか、ファッション動画とか、この前メイクあげたらメイクも好評だったからまたあげようかなと思ってるんですけど、そういうのをね上げていこうかなって思ってます。なんかもう踊るのとかは私多分需要ないし、踊っても。たまにもしかしたら撮るかもしれないけど、私あんななんかみんなみたいに可愛く踊れたりとかできないから、まあいいやと思って。だからなんかそういうファッション系の動画とかを上げていけたらなって思ってるんですけど、だからなんかみんなもしこういう動画見たいとかあればコメントしてくれると嬉しいです。リクエスト常に待ってる。もうほんとネタがね大変なのよ。そう、まあそんな感じで最近結構 TikTok もね頑張ろうと思って、なのでぜひ皆さんチェックしてください。そうそう、で TikTok を最近頑張ってるんで、私もよく TikTok を見なきゃと思って、どんなのが流行ってるというか、音源かな、私は主にどんな音源が流行ってるのかなみたいな感じで見ることが多いんですけど、なんかね最近というか、まあここずっとかな、思うのが、よく TikTok とかでも K-POP アイドルの方たちの骨格みたいな、この人は骨格何で、ブルベナツとかブルベフューとか、そういうのすごい見かけるじゃないですか。私の YouTube とか SNS とかをよく見てくれてる方なら知ってるかなとは思うんですけど、私そういう骨格診断だったりとか、ブルベイエベとかあんまり賛成派じゃないんですよ。断固反対ってわけではないんですよ、もちろん。なんですけど、なんだろう、あまりにもそういった言葉をよく見かけるようになったっていうのもあるかもしれないんですけど、あんまり私はやりたくない派というかなんですよね。伝え方間違ったらちょっとね批判っぽく聞こえちゃうかもしれないんですけど、もちろんそういった骨格診断だったりとか、パーソナルカラーとかも自分に似合うものが分かるっていうのでいいものだなとは思うんですけど、で私のそのやりたくない理由っていうか、あんまり気にしかけたくない理由っていうのが、どうしてもその結果にとらわれちゃって、自分の本当の好きなお洋服を避けるというか、着れなかったりとかっていう方が私は嫌なんですよね。診断してみて自分にこういうのが似合うんだっていう情報だけを吸収して生かすとか、参考程度にするっていう方ももちろんいるとは思うんですけど、私の場合潜在意識というかで、お洋服選ぶ時にどうしてもそのことが先に来ちゃうんじゃないかみたいな、もったいないというか、お洋服が好きで自分の好きなファッションをしたいって私は思う派なので、それを調べることによってこの洋服は似合わないからとか、そういうので決めちゃうんじゃないかなみたいな、自分の中でこの洋服は合わないなとかいうのは思ったりはするんですけど、そうなんかね、それがあまり私の中ではいいものとして捉えられないというか、ちょっと難しいんだけど、もちろん自分を綺麗に見せてくれるとか、自分をよりよく見せてくれるっていうの
のですごく助かる方もいると思うんですけど、それにすごく敏感になりすぎて、まあそんなにないとは思うんですけど、ちょっとこう教養じゃないですけど、よく私も質問で聞かれたりとかするんですよ。シュナタンの骨格って何ですかみたいな感じでいただいたりはするんですけど、前に一回自分で軽くやったことはあるんですけど、ちゃんと詳しく調べたりとかしたことはないから、そういった質問にあんまり答えられないんですが、さっき言ったみたいにその TikTok とかで流れてくるやつもコメント欄とかを見てると、この子は骨格なんだからこういうお洋服あんま似合わないよねとか、そういうコメントもたまに見かけたりとかして、それがどうしてもすごい自分の中でもどかしいというか、今ってすごくそういうね SNS とか発展してる時代だと思うから、そういうのを見てちょっとこう生きづらくなってる方たちもいるのかなと思って、なんかちょっとね最近私の中で気になってるんですよね。なんでやるのっていう感じではないですよ、もちろん。私の中ではメリットよりも自分にはデメリットの方が多いかなと思ってやってないっていうだけなんですけど、最近本当よく目にするから変なプライドかもしれないけど、わかんないけど、もしかしたら明日にはやってるかもしれないけど、今の私の考えはそんな感じなんですよね。そういう考えの人もいるんだぐらいの感覚で見てくれたら嬉しいなって思います。本当なんか変なプライドですよね。なんかなんて言うんだろうな、こだわりというか難しいですよね、そこら辺の。プライドなのか一意見なのか。この前もね、私ストーリーでちょっとつぶやいたんですよ、ボソッと。変なプライド高くてもっと素直に生きれたら楽なんだろうなとか思う瞬間があって、それをねパッてストーリー載せたんですけど、結構なんかリア友とかからも、え大丈夫みたいな、シュナさん大丈夫めっちゃやんでないみたいな感じで言われたんですけど、全然そんなことなくて、ふと思っただけなんですよ。なんかなんだろうな、例えがね難しいんですけど、人を素直に褒められないとか、今までは負けず嫌いだと思ってたんだけど、なんかよくよく考えたら変なプライドあるなって思って、素直に人を褒められる人とかもいると思うんですよ。そういう方とかを見てると羨ましいなと思うんですよね。やっぱ褒められて悪い気になる人って多分いないと思うので、相手もねすごく嬉しいだろうし、素直にこう伝えられたらいいんですけど、でもなんか自分の方がとか変なプライドが出てきて素直に生きれなくて、どうしてもなんかちょっとひねくれたくなる性格なんだよな私って。人の意見を素直に受け入れられないというか、全部が全部に反対していくわけじゃないですもちろん。いい意見とかがあるとどうしてもこうあらを探したくなるというか、性格悪いな。性格悪いな。いやでもなんかね、本当そういうのがねあるんだよな。みんなないですか？ないかな。前ストーリーあげた時に結構ね、私もそうなんですっていう方もいたりとかして、もっと素直に生きられたら楽ですよねとか言ってる方もいて、いや本当そうだよなと思って。大丈夫でしょ、全然病んでるとかじゃなくて。本当にふと思ったことなので大丈夫なんですけどね。今日のこの動画を見る限り私めちゃくちゃ病んでるな。考える時あるじゃないですか、なんかこう考えるゾーンの時、特に夜とか考えないですかみんな。私めっちゃ考えちゃうんだよな、たまに。生理前とか、生理前ってなんであんなに余計なこと考えちゃうんでしょうね。すごい嫌もん私。自分でも分かるんですよ、それで。それでもうすぐ、あ、生理かもって分かるぐらいですからね。明らかに違うんだよな、通常時と。やっぱこの色可愛いな。このリップつけてると絶対質問いただくんですよね。ほんと最近私、メイベリンのこのリップしか使ってないっていうぐらいこのリップ大好きで、よく使うので。9割方マジでメイベリンのリップだと思うから、シュナタン今日もメイベリンかなって思ってください。よっしゃー、じゃあメイク完成しました。いいのではないかな。じゃあ、髪の毛やります。はい、ということで。着替えてきました。今からヘアアレンジをしていきたいと思います。もうね最近雨だからあまり巻かずにまとめたりとかストレートで行ったりとかっていうことが多いんですけど、今日はちょっと最近ハマってるツンツンヘアをやっていこうと思います。ツンツンヘアっていうのか分かんないけど、マイクやった時に好評だったのでちょっとそれをやっていこうと思います。マックスをねもうつけちゃって結構ピシッと分けていく感じなので、つけちゃって、このヘアはね海外っぽさが出るのでおすすめなんですけど、海外の方って綺麗じゃないですか、めっちゃピシーって感じじゃないですか。すっごいピシッってしてて、それを再現するためにピシリやったらどうしようかな。なんか半々でも可愛かったんですけど、今日は全部上げてやってみようかな。生え際もこんな感じでまっすぐピシリって感じ。なんかこういうコームとかの方が使いやすいかも。例えばみんなゴールデンウィークは何してたんだろう。私はね実家に帰省しまして、めちゃくちゃゆっくりしましたね今回のゴールデンウィーク。まあ前半の3日4日間ぐらいだけだけど。旅行とか行った人いるのかな。旅行行きたいな。海外に行きたいですね、とりあえず。よしこんな感じで来たら一回ちょっとこういう
何でもいいんですけど、ゴムで。どのぐらいの高さにしよう。こんぐらいでいこう。一回まとめて、これを軽く三つ編みにして、適当に団子にして、これでちょっと毛先をツンツン出していく。こんな感じかな。どうですかね。こんな感じ。はい、じゃあ髪の毛こんな感じで完成しました。ツンツンヘア。じゃあ最後コーディネート紹介していきたいと思います。はい、ということで本日こんな感じにしてみました。じゃん。今日はデニムのセットアップでいきたいと思います。このセットアップザラのやつなんですけど、前購入品で紹介したかな。確かめっちゃ可愛いですよね、このデニム。ちょっと青めなのでそんなに暑苦しくはないかなっていう感じです。あ、今日中もザラだ。中のこのロンティーもザラのやつですね。あ、バッグもザラだ。バッグもザラでございます。スタッツがついてるエッジの効いたバッグを持っています。シューズがサボサンダルなんですけど、ミースターかな、ちょっと読み方が外風なんですけど、海外のブランドのやつで、インスタで履いてる方見つけて可愛いと思って買いました。この牛柄がすごい可愛くて、ちょっと厚底なのでスタイルアップもねできるかなと思います。今日はこんな感じにしてみました。はい、ということでこんな感じで準備完了いたしました。ということでもう時間なので今から行ってきたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます。